今回はゲストにフレンチ野球に転向した田島光郎選手が今日来てくれましたよ。もう手土産なんかいいのに。これ僕が食べるやつ。3月31日、そこで自分がどんなパフォーマンスするかって。相手はどんな選手なの？世界ランキング27位で、僕が今21位。21位。20代なんだ。年じゃないよ、ランキングの話です。今はもう海外の選手を呼んだりして。そうです、今ちょうどオーストラリアから、ヘビー級同士のスパーリングはね、迫力あるね。体絞っていく中でやっぱ手数もやっぱ出るようになってきてるんで、キレなんかもね、感じると思うんだよね、世界っていうものはよりグッて近づいてる実感はあるので、ストマッチが331かな。軽量級じゃなくて重量級の迫力をね、みんなに伝えてもらいたいですね。